おう、うわぁ。はい、ということでね、今私タイバンコクにいるんですけれども、今日ね、もうね、最終日だから、最終日にふさわしい激辛料理を私探しました。多分ね、タイで一番辛いんじゃないのかなと思って、もうなんかね、タイの YouTuber とかもこぞって取り上げてる激辛、メニューなんでね、楽しみなんで早速行ってきましょう。レッツゴー。はい、どうやね、多分ここだと思うんで、ここがやばいお店だと思うんで、ちょっと撮影できるか聞きながらちょっとやってみたいと思います。じゃあちょっと行ってきます。レッツゴー。はい、ということでね、こちらが来ました。キャロライナリーパーを使ったガパオライスということで、これね、なんか唐辛子をまず2種類ぐらい使ってて、さらにこの中にキャロライナリーパーの粉末入ってます。はい、で、こちらなんか、ね、この身もこれ食べれるということで、これもキャロライナリーパー、グロいですね。いただきます。さあ、超激辛ガパオライス、お手並み拝見ですよ、これで。さあ、まずはね、こちら行きましょう。いただきます。辛っ。うん、おう、味も美味しいですね。めちゃくちゃ辛い。キャロライナリーパーだこれ。うん。ボーン。おお。そう、スパイシー。おお。これは食えないかもよ。オッケー。うん。唐辛子とニンニク、キャロライナリーパー、ガーンとこう。パンチが効いてる。口休みにね、この卵、エッグもね。うん。おう、汗が止まんない。うん。もう汗が止まんない。辛っ。この状態でも十分辛いですよ。辛いですけど、ここありますから、これ出されたもんね、これ食べてみようかなと思うんですけど、怖いな、全然唐辛子に見えないんだけど。じゃあこれいくよ、これいってみようか。220万スコビル。わー、おお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 お、辛っ、うん、ご飯食べても辛い、うん、こっちにもキャロライナリーパーの粉末入ってるから辛っ、マジで辛い。
ごちそうさまでした。すげえ腹にくるからマジで辛かった。最終日にふさわしい限界でした。それでは辛さレベル発表していきましょう。ガパオタパエさんの、激辛ガパオライスキャロラリーパイリー辛さレベルじゃらららちゃん辛さレベル10です。マックスレベル辛さレベル10。いやもうね、あの世界一辛い唐辛子、キャロラリーパー、もうこれ使ってたらもう辛いは辛い、腹痛いもん今。うわすごい、いやマジで辛い。これでねタイの激辛武者修行終了ということで、この動画が面白かったらね、ぜひ拡散とか、してくださいということで、以上現場からでした。コップンカ。No sound. I'll find validity on